まるで方向を変えて次の話題に参りましょう。アメリカといえば大量消費社会、そのスタイルを見直そうという話題です。 Buy Nothing Project といって、ニューヨーク地域コミュニティで話題の物を買わないムーブメント、一体どういう取り組みなのか早速ご覧ください。ここはブルックリンの住宅街にあるアパート。洋服を整理しているのは Buy Nothing Project に参加しているローレン・グリーンマンさんです。思い切って買ったブランド物の洋服ですが、ほとんど着る機会がないので欲しい人に譲ることにしました。この靴も形が足に合わずほとんど履いていません。You know, so you keep them in the bottom of your closet, thinking that you'll still take them out, but they're uncomfortable. ローレンさんはいらなくなった靴や服の写真を Buy Nothing のホームページにアップします。これは近所に住む300人余りのメンバーだけがアクセスできるページです。Buy Nothing のルールは物を売らないこと。ご近所同士で不要になったものを共有する譲り合いのコミュニティ作りがモットーです。Oh, whoa! What? I already just got a request. Sometimes when I give things to charity, I don't know what's happening to it. You know, I don't know if someone's actually going to use it or if it's just going to end up in the trash along the way. What's nice is you know that it's going to someone and something. メンバーは歩いて回れるエリアに住んでいるので、受け渡しはいつもフェイストゥフェイス。相手の喜ぶ顔が見られるのも Buy Nothing Project の魅力です。 I am so excited to have them. Thank you. It's nice to see you. I know. This is a very nice work shirt. Perfect. I always have sought out like secondhand or free things, and I use it as well to give away stuff. It's been great just to have things, you know, continue to be used in the neighborhood. I found it an amazing resource.この地域のグループのリーダー、ジョアンナ・ニコルズさんです。ジョアンナさんが作ったメンバー募集のチラシ。そのキャッチコピーは、Join our growing gift economy experiment。ギフトエコノミーに参加しよう。ギフトエコノミーとは見返りを求めず、与えることを優先する社会を指しています。3歳と8ヶ月の子供を育てているジョアンナさん。成長とともに不要になってしまう子供用品を捨ててしまうことに疑問を感じていました。We are a throwaway society. We buy too much, consume things, and it ends up in a landfill. And I feel like if we could reuse that or give items more than one life, and in this case sometimes many lives, it's just really a cool idea.ジョアンナさんは不要品のやり取りで出会った人たちと近所で立ち話をする機会も増えました。ギフトエコノミーの価値観を共有できる仲間と地域の絆を強めていくこと、これも Buy Nothing Project の狙いの一つです。I would like to see it really grow because I think we're only getting a small percentage of the neighborhood, so I think it could really grow intoSomething bigger. I think it's just small steps that are going to multiply and make a difference. マイケルさん、これなかなかいい取り組みだなっていう感じがしますね。特に近所でやってるというのはなんかいいアイディアだなと思ったんですけど、参加者が急増しているそうですけれども、これどれぐらい広がりがあるんでしょうか。はい、この Buy Nothing Project、 ニューヨーク市には今の VTR に出てきたようなグループが8つあって、全世界ではなんと28万人のメンバーがいるようなんですけれども、最大の特徴はああいう小さいグループに分かれて活動しているから、なのでこうご近所付き合いをソーシャルネットワークでこうサポートするっていうところがポイントなんです。
私ギフトエコノミーという言葉初めて聞いたんですけれども、これは新しいトレンドなんですか？もっと結構そうですね。やっぱりこの物をお金で売り買いするのではなくって、さっきの VTR みたいにこれ使ってくださいっていうギフトをし合うスタイルなんですけれども、結構広がってますね。でしかもさっきの VTR を見ていても、結構家賃が高そうなところにお住まいの人たちばっかりだったので、お金に困っているからとかそんなんではなくって、それよりも例えば環境問題だったりとか、物をどう大切にすべきかとか、そういうことを気にしている人が増えているっていうことだと思います。こういう考え方を持っている人って、大統領を目指しているバーニー・サンダーズさんを支持する人たちと結構オーバーラップしていると思うんですけれども、今まではね、何でもお金儲けにつなげるアメリカだったんですけれども、反対の考え方も結構強いということです。これも全て最近噂のアメリカン両極端です。 Have a great weekend and see you next week.